おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。10月13日水曜日はさつまいもの日。川越市民としては今日は絶対にさつまいもの日ということで紹介したいところです。というのもこれは川越発祥の日でございまして、1984年に、市民講座、公民館でやってるさつまいも大学っていう講座とに参加されてる人と、川越の芋のことを研究している学会の人たちが共同して40人ぐらいで川越芋友の会というのを発足させたんだそうなんですね。で、その会が発足してその2年後にその会長になった人がなんとアメリカ人の方で、ドゥエル・ペイリさんという方です。東京国際大学の名誉教授の方ね、今でも会長を続けてらっしゃって、お芋の普及、お芋のことであるとかそういう文化の普及をねずっとされている方なんですが、はい、その方がいるその組織がですね、1987年に、10月13日、10月というのはお芋のね、さつまいもの美味しい季節だということで、10月13日というのは川越が東京から13里離れているところなので、栗よりうまい13里っていう言い回しから、その13里の13から来て、さつまいもの日ということなんですね。はい、そのドゥエル・ペイリさん、実は私この前お会いしましたね。ウニクスでやってるファーマーズマーケットだったと思うんですけれど、そこで子どもたちに向けてそのさつまいもを作っているところだったか、農業のことだったか、ちょっとおぼろげなんですけれども、でそのね、紙芝居をやって、そういう文化とか、芋の大切さみたいなことをですね、子どもたちに伝えるようなことをされていらっしゃいました。すごいですよね。またドゥエル・ペイリさんで検索すると、どういうきっかけでね、お芋の研究されてなんていうことが書かれているものがあったりしますから、もしご興味のある方はですね、ご覧に並べてみてください。ちょっと面白いです。さて、今日はですね、マーガレット・サッチャーさんの誕生日であります。イギリス初の女性首相ですね。鉄の女と呼ばれている人、その人の名言を紹介します。私が戦わなかった日など一日たりともありません。この方は大学の時に化学の専攻をされていたそうなんですね。だからアイスクリームに空気を多く含ませることでそのかさ増しをして売るっていうこととか、そういうことを研究したりとかもしてたんですって。で、その化学の研究もしてるのと合わせて経済の研究もしていて、だから非常にこの経済政策としてサッチャリズムって言われている経済政策があるんですね。当時のイギリスはいわゆる電気であるとかガスであるとか水道であるとか、そういったものがね、国営でやっている事業というのがあって、国際競争をするのには非常に弱いっていうふうに言われていたんですって。で、そこでサッチャーさんが首相になった時に、新自由主義っていうんですかね、ちょっと間違ってたらごめんなさいね、そういったものに基づいて、とにかくその、ガスであるとか水道であるとかっていうものを民営化して、で、競争ね、そういったものを競争させようと、そういうことに対してのいわゆる規制っていうのを緩和することによって経済を回そうというようなことをしたということなんですね。で、そういったことでですね、国際競争ができるようになるっていうようなことの強みが出てきた反面、ウィンブルドン現象っていうのが起こったんだそうです。ウィンブルドンっていうイギリスのね、そのいわゆる世界的に一番有名な世界、そのテニスの大会といっても過言ではないですけれども、それを門戸をイギリスだけではなくて世界に広げたことによって、世界中のその強い選手がそこのウィンブルドンで優勝するようになってきちゃったから、イギリス人がなかなか優勝しなくなっちゃったっていうのと同じように、外国の強い企業とかが、規制が緩和されてるから、そういったイギリスの企業にどんどん入ってくるようになったりとかして、その失業率、イギリスの中での失業率っていうのがどんどん上がっていくっていうようなことが起こったと。端的に言ってますからね、詳しく調べてくださいね、私専門家じゃないから大体のこと言ってますよ。はい、そういったようなこともあって、非常に賛否がある政策だったわけですよね。で、要はサッチャーさんね、ほら、こういう経済政策とか政治とかっていうのは、もうこれが絶対に正しいっていうのはやっぱりないですよね。その時の状況に応じてこういうことをしたらいいんじゃないんだろうかっていうことを、強いリーダーシップを示して、それを国民をそっちの方に持っていくというようなことで、非常に強いリーダーシップを持っていたことから、鉄の女っていうふうに呼ばれていたということなんです。
まあ、あのリーダーというのは、まあ、そういうふうに、そういうふうであるべきでね、あのそういうふうに人を引っ張っていってほしいなというふうに思うと。あとは、まあ、やっぱりその政策に、まあ、いいところもあれば、そういうふうにこう問題があるところもあってということはあると思うんですが、そういったことも抑えてこういうふうにやってみようというふうに信じて強く引っ張っていくっていうのは大事なことだなというふうに思いました。だからずっと戦ってたっていうことがこの一言からも分かりますよね。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。